発音の下手さが逆にポジティブになることがあるんですよ。絶対やばい。それはやばい。それ大丈夫。日本でもやばくない。Hi guys, it's me Chan. Welcome back to my channel. 今日はスペシャルゲストのタロサックさんに来てもらってます。Hello everyone. Hi guys. ごめん皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。今日も可能性無限大。This is Taro Sack ということで、みっちゃんまたお邪魔しております。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございます。前回動画を一緒に出させてもらって大好評だったのでめっちゃ嬉しいです。いや、コメント見たら、なんかもうこの2人の動画もっと見たいみたいなの書いてあって、ね、本当に。いや、もう皆さんありがとうございます。はい、新しいコンビで。ね、新しいコンビでやらせていただいております。はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで、タロサックさんは、まあ、知ってる方も多いと思うんですけど、シドニーに今在住されてもう8年くらい、ね、そうだね、もう8年ぐらい。なんかね、ここ3年ぐらいずっと、いや僕オーストラリアに住んで8年なんですけどみたいな言ってるような気がするんですけど、確かに8年、うん、もうちょっと9年ぐらいなのかな。おー、まあ9年、もうだいぶ長いですね。長いですね、うん、はい。で、まあ、シドニーでその海外の面白い文化、日本と違う文化っていうのを直接海外の人にインタビューする動画、はい、出されていたりとか、めっちゃ面白いですとか。ありがとうございます。英語学習の方法の動画とかも、はい、最近は結構出してますね。もともとが根が真面目だから、いや出したくなっちゃうんですよ、そういうの。まあそうですね、もう真面目感しか伝わらない。本当か、本当か。ということで、まあ、そういう動画を出されている方です。はい、見ていてほしいです。チャンネル今日聞いていきたいのは、タロサックさんにですね、日本人の特有の、習慣とか癖がつい海外で出ちゃって痛い目にあったっていうことと、あとは逆になんかむしろこれが良かったっていうことを聞いていきたいと思います。はいはい、ありますよ。ありますか。はい、わかりました。じゃあ早速やっていきましょう。はい、じゃあ1つ目。1つ目、まあ、本当にこれランキング形式じゃなくて、まあ、どれもね、なんかこうパッと思い浮かんだことなんですけど、はいはい、日本人のハグしない文化あるじゃないですか。はいはい、なんかこう出会った時にハグしない文化、あれを結構その、まあ、僕オーストラリアに住んでますけど、海外の、まあ、いろんな国から来た人も、まあ、結構分かってて、だからなんかこう外国人さん同士で最初出会って、わーみたいなやるときって、こうなんか、うーんみたいな感じでやるんですけど、日本人と、それするとき、ちょっとぎこちなくなりました。あっちもね。なんかあっちもそれやっていいのか分かんないし、みたいな。ちょっとなんかそこでもう距離感生まれちゃうみたいなのは、なんかあるかなと思います。なるほどね。確かにその日本の文化を知っている人、ハグしない文化っていうのを知ってる人は、まあ、もはやハグすらしてこない人もいるから、ね、それ確かに多いわ。そう、なんかもうみんな分かってる、多分、あ、日本人とかアジア人はこれしないって、そうそう、アジア、そう、分かってるからなんかしてこないんだけど、まあしてくる人もいる。してくる人でも、そのさっき8年ちょい住んでるっていう話したけど、だから今でもなんかやっぱぎこちなくなっちゃう。なんだろう、こう自信持ってさ、胸張ってさ、うんみたいな、うんうんってやればいいのに、なんか、あ、なんかちょっと、なんかいいのみたいな、なんかなっちゃう。な、変な意味じゃなくてね、大丈夫みたいな、ちょっとなっちゃうところはあるかな、恥ずかしいけど。でもなんか、じゃあアクションプラン、じゃあどうすればいいのかって言うとしたら、はいはい、なんか自信持ってやっちゃえばいいのかなって思う。まあそう、それみたいな。もう日本、もう日本こういうあるよみたいな、そのぐらいの勢いで。確かに、うん、全然なんかやっていいのかな。本当そうだけど、こういうそうそう、 あっちにとっては普通だから、うん、うん、なんか思うから、そこは。2つ目、やっぱりね、その海外のさ、レストランとかで食べててもやっぱふとしたタイミングでちょっと食器持ちたくなっちゃうんだよね。うん、わかる、わかる。わかる。でもね、まあ海外では食器を持って食べちゃダメっていうルールはあるんだけど、まあ一応そのまあオーストラリアの人に関しては、これインタビューとかで聞いたことあるんだけども、そういう小さいものとか、特にアジアンレストランだったら、まあ持つっていう文化あるんだよねっていうの分かってるみたいなんですよ。いいみたいなんだけど、まあでも良しとしない人もいるから、絶対置いて食べた方がいいけど持ちそうになっちゃうっていうね。でもあれ良くないですよね。そうですね、うん、まあ、マナー的には置いておく、うん、そこから食べるっていうのが、ね、まあね、良しとはされている。3つ目、これはね、ちょっと言われたことが何回かあるんですけど、やっぱね、くしゃみをね、シカとしちゃう、うん、あー、ブレスユー言わないってこと。そう、なんかね、これやっぱり日本人って別に言わないと思うんだよね。それやっぱブレーになっちゃう。言われたことあるんですよ。なんて言われたんですか。ブレスユーって聞こえないよみたいな、なんかちょ、仲いい、仲いい友達みたいなのに、うんうん、でなんかそれちょっと聞いたら、いや言った、まあ、言うに越したことはないと思うみたいな言われて、うん、やっぱり何、失礼、ちょっとそう思う人もいるかもしれないし、なんかくしゃみするたびにやっぱりプレス言って何か言われるに慣れてると、言われないっていう瞬間来た時に、
なるほど。なんか物足りないみたいな感覚ですか。あれ誰も気にしてくれないのみたいな。そう気にしてくれないんだみたいな。じゃあ例えばこれ見てる留学生がその英語圏の国にいたときに、うん、例えばじゃあ知らない人とエレベーター乗ってましたと、うん、でその人がアクションって言ったら Bless you って知らない人だとしても言ってあげた方が、うんうん、まあ、親切っていうか心温かい人みたいな。あ、そうですそうです、はい、それは、まあ、少なくともアメリカであれば、うん、あの言う見知らぬ人でも言う人の方が多いと思います。多分9割ぐらい言う人が多いと思います。これ大事ですね。大事、うん、じゃああれアクションとか言ってとか言ったらダメですね絶対絶対それはやばい。それダメだね。日本でもやばい。確かに確かにね。ブレスユーは言いましょう。言いましょう、はい、で大事なのは、うん、もし言われたら見知らぬ人でも Thank you ってお礼はちゃんと。あ、なるほど。言わないと。ブレスユー言われたら、うん、Thank you。あ、これ大事じゃないですか。なるほどなるほど。4つ目、日本人が思うおしゃれがおしゃれじゃない時があるんですよ。おっとおっと、これがどういうことかというと、はい、例えば、まあ、日本のおしゃれ、まあ、そういうのを考えて、例えば日本人の男性が髪をブロンドにしたりとかする、染める、うんうんうん、これがね、まあどのパターンもその海外の、まあ、じゃあ女性、まあ、男性もそうだと思うんですけど、受けないですね。うん、絶対やめた方がいいって多分9割言いますね。うん、うん、確かに。多分ね、彼ら彼女らには多分よく映らないんだと思う、それが。金髪に ね、そう、不自然なんだろうねきっとね。だから、いや、なんでそんな綺麗な黒髪なのに、そのなんか昔の写真見せたことあるんですよ。いや、なんか大学生の時こんな髪の色の染めしてた。田崎さんの？そう、自分の経験からね。若い時とか、なんかちょっとオレンジっぽかったりとか、金髪に染めたこともあるし、そういうの見せるとなんか、日本だったらね、茶髪ぐらいだったら普通かもしれないけど、はい、え、なんでみたいな。なんでジンジャーにしてんのみたいな。そう、言われる。そう、ジンジャーヘア色にしてんのとか言われるんだよね。まあ、もちろんね、これ個人の自由ですけど、海外行く時は、まあ、ちょっとモテたいみたいなね、そういう気持ちあるんだったら、女の子はいいんだよ。男性はあんまり染めるのは良くはないかもしれないね、そういう面では。5つ目、外国人、まあ、日本人以外の人といる空間、うん、で日本人の自分もいて、例えば日本人のもう一人友達もいるとするじゃないですか。そういう場でちょっとここで話したいとき、これ日本語で話すっていうのはちょっと失礼になるんじゃないかなって思う。まあ、空気感にもよると思うんだけど、そういうところでもあえて英語で話してあげる方が、なんかすごい思いやりのある人に見えると思う。確かにそうですね。これはね、多分ちょっと経験してみないと分かんないと思うんですけど、うん、なんかやっぱりさ、一緒にいる空間でフランス人同士がさ、こういきなりフランス語でなんかこう、ボソボソみたいな感じで話してたらさ、ちょっとやっぱ何の話してんのかなってやっぱ気になることもある。気になりますね、うん、みんなに気遣いっていう意味で、うん、できるだけ。いや、そうなんだよね。なんかその僕、鉄板焼きのレストランで働いてたんですけど、うん、やっぱ日本人もいて、で、まあ、他にアジア系の人たちもいて、例えばミャンマーのから来てる子がいて、まあ、タイ人はタイ人同士で話せるけど、日本人は日本人同士で話せるけど、ミャンマーはこの人だけみたいな。で、そういう中でちょっとでもなんかそういう空間が生まれちゃうと、なんかね、一回ね、その女の子がなんか、ああ、You guys don't care about me みたいなことを言ったことがあって、そうだから、うん、やっぱそういう風に感じる人もいるから、やっぱそういう場でもあえて同じ国同士でも英語で喋るっていうのは結構思いやりかなって思う、うんうんうん、いいとか悪いとかじゃなくてなんか思いやりみたいな、うんうんうん、確かに確かに思いますよ。それは大事ですね、うん、分かります。3つ目、今の日本でもあんまり良くないかもしれないけども、やっぱ何かをこう言うときに、まあ、言い回しとしては、いや女性なんだからさとか、いや男性なんだからみたいな、これはね結構ギョロって見られるかもしれない、そういう言い方をすると。そうです。今の時代ってやっぱ女性だからとか男性だからとかじゃなくて、その性別関係なく、まあ、その人みたいな、その人の考えみたいな感じだから、なんかその女性はこうでしょみたいな、男性はこうでしょみたいな、俺はなんか男だから男らしくいたいとか、そういう風に言うと結構、まあ、今日本でもそうかもしれないけど、海外では特に、うん、ちょっと何この人って思われる可能性はある。それはね、うん、逆に良かったことを教えてください。良かったことね、こんなの言ったら、じゃあスロバキアの人とかに失礼だけど、スロバキアの人たちってどんなイメージって言われても、うん、まあ、なかなか思い浮かばないと思うんですよ、うんうん、エストニアの人たちの印象ってどんな感じって言われても、ね、なかなか思い浮かばない、うんうん、でもありがたいことに、やっぱり日本って世界で考えたら結構よく知られてる国であって、うん、日本人ってどんな人って言ったら多分みんな結構印象持ってて、みんなやっぱり日本人ってちゃんとしてるっていう印象を持ってる、うん、ピンポイントで言うとシェアハウスのオーナーとかに信頼されがちっていう。ありますね。これはね、めっちゃ感じるっすね、うん、昔家探してた時に行ったら、ロシア人の女の子が一人で住んでるとこで、なんかもう一人シェアしてくれる人探してるみたいな、まあ、部屋は違うんだけどね、はいはい、女の子じゃないんだと思ってまず探すの。よくありますよね、海外でね。そう、 2LDK でさ、その子が一つの部屋で、
もう一つが自分みたいな、あ、女の子じゃなくていいんだって思ったんだけど、うん、なんかそれはいや男の人といた方が正直楽だからみたいな、なんかその人ね、そういう人のね、それはその人の考え方なんだけど、え、なんで決めたのって言ったら、だって日本人って言ってなんかすごい綺麗そうだから、うん、もうこの人にしようってすぐ思ったみたいに言われて、あとその次に住んだシェアハウスとかだとやっぱなんかすごい、いや僕ゆうたろうって言うんですけど、あのゆうたろうはすごい、あ、僕ゆうたろうって言うんです、あ、ゆうたろうさん、はい、すいません、こんにちは、ゆうたろうって言うんですけども、そう、いや、ゆうたろう、ゆうたろうサック、ゆうたろうサックです、そういうことか、そうです、あ、めっちゃつぼる、そこゆうたろうです、ゆうたろうさん誰もう本当にゆうたろうって言うんですけど、シェアハウスのオーナーさんが、いや、ゆうたろうすごいなんかちゃんとしてるから、もうね、印象が出来上がってる、うん、例えば食器洗わない人とかいたら教えてねみたいな、もう自分が洗う前提になってるみたいな、なるほどね、そう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 、まあちゃんと洗うんだけど、いや、そうそうそう、そういうのはすごいありますよ、やっぱ海外住んでる、いや、でもそれはそうですよね、なんか、うん、むしろその外国の人が家主で、日本人しかもうあのアパートに泊まらせない、うんうんうん、契約させないっていう人もいるくらい、海外で、そう、だからちゃんとしてるっていうのは、つまりそのちゃんと時間通りに、うん、期日以内に例えば家賃を払うとか、家をきれいに保つとか、うんうんうん、でもそのきれいのこう基準がそもそも違いますもんね、海外と日本のね、もう日本人の感覚からしたらありえないぐらい、うん、やっぱ周りに気を使えない人って結構世界多いんですよね、うんうん、分かる、どう考えてもその朝寝てるでしょみたいな時にめっちゃ大声で電話してるみたいな、で、いやいやいやみたいな、あのトルコ人のね、一緒に住んでた友達なんですけど仲いいからね、いいけど、うん、デイビッドって言うんですけど、いやいやいやみたいな、分かるよ、寝てんのみたいな、うん、みたいな顔するんですよ、分かってないの、本当にそういうのが、おとぼけ、そう、おとぼけしちゃうから、なんか悪いことしたみたいな、分からないの、本当に、うん、悪気とかないの、うんうんうん、そう、でもそれはね、なんかちゃんとこう入ってるから、心の中に私たちは、そう、ね、そうそうよね。じゃあ2つ目、仕事かな。これは何かというと、僕らの感覚で普通にやってることなんだけど、その日本人がいない環境で仕事をしてみると、もうスーパーマンみたいに重宝されるっていう、何が、そう、何がかっていうと、仕事めっちゃ早いし、うん、めっちゃ正確だし、なんか丁寧みたいな、へーって言われたんですね。めっちゃ言われたっすね。それでもうなんかすごいみたいな感じで、もうめっちゃ仕事を全然暇なのに呼んでいただいて、へー、もうゆうたろう、すごい、ゆうたろうって言うんですけど僕家具のショールームで働いてたんですけど、うんうん、すごい言われましたね、なんか日本人ってやっぱすごい丁寧なんだねみたいな。え、それはその、お、それは、ね、行く前のゆうたろうさんがあのスーパーマンな働き、あの、いや普通ですよ、だから日本の会社で働いて、僕不動産の営業もやってましたけど、うんうん、日本の会社で働いてたらこのぐらいのクオリティで、しかもスピード感でやるよねっていうのを、うん、ただ僕は当たり前だと思ってあっちでやってたら、なんか すごい もうちょっとゆっくりやっていいよみたいな、すごい仕事なくなっちゃうよみたいな、そんなに、もちろん全部じゃないですよ、うん、ただその レイバーっていうんですか、その、うん、そういう、まあ、力仕事とかそういう現場って、まあ、オーストラリアに関してはもう日本の 50% か 33% ぐらいのスピード感で仕事をやってるなって感じはします。日本人って、まあ、いい意味の悪い意味でも控えめっすよね、うん、あんまりその直接的にものを言わないし、結構なんか自重するっていうか、わきまえるっていうの、そうですよね、ね、それあるじゃないですか、でしゃばりたくないっていう、そう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 、だからなんかちょっと嫌なことがあっても態度で見せて、まあ、空気読んでくれみたいな感じで出すから、揉めにくいっていうのはあると思うんですよ、なんかこうおしとやかで優しい子だなって思われるところはあると思うんだけど、それね、一ついいんだけど、つけ込んでくる人もいると思うんだよね、まあ、そうです、言えば言ってこないから、もう言うだけ言っちゃおうみたいな感じで言ってきたり、そう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 、やっぱね、海外の人は結構直接的にものを言ってくる、うん、結構国によるんだけど、特にドイツの人めっちゃ直接的です、本当にこれ共通して言えるオーストラリアの人とかは、まあ割と丁寧、あ、ごめん、確かにそれいいと思うんだけど、私はこうだから今日はできないわ、協力できないわ、うん、みたいな。でもドイツの人とかはもう本当インタビュー動画とか、あのお願いした時に、まあ皆さんね、基本的に優しいんで答えてくれるんですけど、うん、あ、なるほど、そういうことやってるんだみたいな、で、なんかこういいよっていうのかと思ったら、僕はそういうのに興味ないからやらないめっちゃ真顔で興味ないからやらない、めっちゃ言ってくるんですよそこまでも言わなくても、そう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 、だからまず いろんなね、文化はあって、まあ、いろんな聞こえ方はあるんだけども、まあ良さとしてこの人優しいなって思われることもあると思うし、まあ、つけ込まれちゃうこともあるから、ね、うん、バランス保ってやっていかないといけない、うんうん、まあ、言うことは言った方がいいと思うな、ちゃんと、そうそうそう、思ってることはむしろ言った方が、あの相手にも感謝される、相手も言ってほしいと思ってるから、うんうんうん、海外の人特に、ね、そうだね、確かに それ普通だからね、言い合うのが普通だから、特に嫌なこともこれ嫌とか、トマト嫌いだからこれ入れないでとか、
個人的なんですけど、嫌なら嫌って言わないと後でトマト残しちゃった時に、え、なんで言ってくれなかったのさっき、確かになるから、うん、言って向こうあの悪い気にならないから、気を悪くしないからぜひ。例えが上手、なるほどね。そう、3つ目、発音の下手さが逆にポジティブになることがあるんですよ。おこれ分かります？どういうことかというと、うん、ちょっと仲良くなる段階からめっちゃ仲良くなる段階までの間のこの仲良くなり方って結構あると思うんですよね、はい、その日本人以外の人と、うん、でここで今その僕がオーストラリアワーホリ行ったばっかりの時を考えると、なんかどこでこう心から打ち解けられる仲間になれたのかな、まあ、当時はウェールズ人のリース君っていうのと、うん、イタリア人のカーティとジュリアっていうね女の子がシェアハウスにいて、この4人でいつも一緒にいてなんかケラケラ笑ってたんですけどどうやってそのケラケラ笑える仲になっていったのかなって言ったら、やっぱり僕のねその TH の発音とか、うん、L と R の発音がもうとにかく下手くそだと、でもそれが面白くてしょうがないと、で真似してくるんですよ、なんか、ね、はいはい、I don't know why you are talking about みたいなのが言ってきてでちょっとバカにしてて、うん、まあ、ちょっと悔しさもあるんだけど、うん、でもね多分それが楽しくてさ、なんか、まあまあ、一緒になってもらえた、そうそうそう、一緒にいると、うん、この人と一緒にいると楽しいっていうやっぱ印象につながると思う、うん、だからウィンウィンなんですよ。だその時は悔しい、もう絶対笑わせないと思って自分の発音間違ってるんだって気づくことができるし、うん、なおかつあっちも勝手に直してもらっていいけど、あなたと いて楽しい、笑えるってなる、うん、だからそれですごい仲良くなれるって感じ。もちろんそこら辺歩いてる人がいきなり笑ってくるってことはもちろんないけど、うん、仲良くなると逆にそのちょっとぎこちなさがこう友達関係をこう良くする、なるほどね、早くするみたいな。それめっちゃ面白い、これはね、でもめっちゃありましたよ、うん、でも、うん、分かるかも、言ってることは。そう、確かにそっからね深くなっていくからね。ちょっと面白いこと聞きましたね。みっちゃん分かんないでしょ、これ。みっちゃんに分かんないよね。そんなことない。分かるよ、発音いいから、だって。あ、Thank you。 っていう感じですかね。はい、はい、ちょっと本当に面白いあの個人的なパーソナルストーリーも共有してもらいつつ、はい、あのいいポイントたくさんもらいました。これから海外に行こうとしている方、予定がある方、うん、前半の痛い目にあったっていうところを気にしていただくと、よりいい体験が海外でできるかもしれないし、もしね、あのすでに海外にいる方、共感ポイントがあったらぜひコメントで書いてください。お願いします、はい、ほら、今日はありがとうございました、タルサックさん。いやいや、なんかもうみっちゃんも撮影2回目で結構仲良くなってね、うん、なんかすごいフランクな喋り方になっちゃったんですけど、ね、本当はすいません、うん、そうなんですけども、皆さん楽しんでいただけたらと思います、ね、はい、みっちゃん僕のチャンネルにも遊びに来てくれるということで、あ、そうです、あの、はい、タルサックさんのチャンネルの方でもコラボ動画を新しく出しているので、はい、概要欄からチェックしてください。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ Thank you guys for watching till the end. I'll see you in my next video. Bye. 唇を潤さないと、うん、パリパリになるね。パリパリですよね。ダメだ、もう今後ずっとゆうたろうさんって言っちゃう。